はい、谷口壮志です。今日はですね、心電図コミュニティにいただいた相談に対する答えをしていきたいと思います。ちょっとですね、ゴールデンウィーク中で2日間返信してなかったらですね、結構たくさん相談をいただいてですね、本当に嬉しい限りです。ちょっと遅れたことはですね、本当に申し訳ないなと思います、返信がですね。はい、どういう相談をいただいたかというと、これは代理投稿ですね。沙織さんが代理投稿してくださってですね、こういう相談が来ましたということですね。パフと AF の違いがわかりません。発作性だとパフということですか、ということで、このような相談をいただきました。で、これに対してですね、なおさんが、AF は心房細動、パフは発作性心房細動だよということを言われてます。パフは発作的に起こるため、例えばサイナス、パフ、サイナスというように必ず元の波形に戻ると理解しています、ということですね。で、前田さんも、なおさんと同じで、そういうありませんということを言われてます。はい。で、そこでですね、さらにですね、さらに、サイナスから急に AF になったらパフなんですね、とでも疑問が出ました。AF の人もたまにサイナスになったり、AF になったりするので、パフとの見分けがつかないですということで、これに対してですね、この期間的なものですね、1週間、つまり発症から7日以内に同調率に戻るものを発作性。はい。で、戻らなければ持続性というふうに、言いますよということを言われています。はい。なので、発作性なのか、AF なのか、それが発作性なのか、それをどこの基準で発作性と AF になるのかということが、この回のこの疑問だったと思います。はい。で、これですね、もう本当にこう答えが出てて、前田さんと奈緒さんが言われているそのままになります。でですね、この臨床的にどう考えるかっていうのもちょっと含めてお話しさせていただこうかなと思うんですけども、このパフと AF の違いがわかりませんっていうのはですね、結局、この、普通のリズム、普通の心電図だった人が急に AF になる。そして戻るというのが、発作性心房細動ですね。だから、発作的に出るものがパフ、発作性心房細動ということで、この P っていうのは発作性という意味ですので、発作性の心房細動ですよ、ということなんですね。じゃあ、どこからかというと、これも答えがさっき言われてたように、1週間を目安にするというふうにあります。そうですね。定義的には1週間という目安があるので、それを基準に発作性なのか持続性なのかが分かれますよということです。ただ、これをですね、臨床的にどう考えるかなんですけども、もともとサイナスだったものがですね、発作性として、発作性というか AF になりましたと。それがですね、1週間過ぎてからこう戻る時もあるんですね。戻る時もあります。なので、それはじゃあ持続性でいいのかというと、これはちょっとまた微妙なところで、確かに定義としては1週間超えてるので、持続性とはなってしまうんですけども、戻るということがあり得るんだよということが分かるとですね、またちょっとですね、この考え方が変わってくるんですね。ただ一点、この臨床的にどうしていくかというとですね、お薬とか、そういうところがですね、また、考え方が変わってくるんですよ。つまり何が言いたいかというとですね、ここで質疑応答全部受けれます。はい。これはクローズドなんですけども、どういうことかというと、LINE グループでやってます。LINE グループ。はい。この LINE グループがありまして、ここでですね、いろんなですね、臨床からの、相談事がですね、ボンボンと、飛んできます。で、それに対してですね、谷口壮志が答える、もちろんですね、そこにいるメンバーの皆様も答えてて、こうやってですね、資料もつけてくださったりするんですよ。他のメンバーの方が。すごくいいコミュニティになっております。で、谷口壮志がですね、その一人一人にこの動画で答えるということをやっております。こんな感じですね。はい。動画でも。これもすべてこのスマホで見れます。LINE の中に。でですね、これですね、ノートという機能があってですね、あそこに今ポンと押しました。はい。そこでですね、今までの質問に対する動画がですね、すべてあります。もう55本以上あるかな、あると思います。で、これを見てもらうだけでも、実際の心電図があって、それに対する、こういうふうに考えるんですよ。もっと言うと、臨床ではこう考えてくださいということですね。教科書には載ってない波形もありますし、教科書では言われてない説明もあると思います。なので、これをですね、こう一つずつ見てもらうこともすべて、心電図を読むということにつながりますので、ぜひですねこちらにも入っていただきたいなと思います。月額でですね今、半額セール、これは今81名になりました。で、100名まで半額でやります。半額でですね、月額2480円ですね。で、それでやらせてもらってますので、今これですね、医療系でナンバーワンのコミュニティになってます。はい、ないです、こういう80名のコミュニティは。はい、なのでぜひですね、100名
もうですね、超えたいと、3桁に行きたいと思っておりますので、ぜひですね、ご協力よろしくお願いします。